どうもどうもどうも、新聞屋ですけども、新聞いかがですか？新聞、さしますんで。出てけよ！ここ、お酒はダメだよ。え？ずっと座ってるけど、動物たち見ないの？そうだ！マリリンの子供見に行きなよ。あ、マリリンっていうのはね、小人カバのレディーでね、生まれた子供がこれまた可愛い。久しぶりだね。この場所でまた会えるなんて、私すごく嬉しい。悪いけど人違いだよ。だいたいこんなところ初めてだし。嘘、私は覚えてるよ。どっちにしても俺はあんたなんて女会ったことないぜ。あんたかよ。こんなとこで吐くなよ。平気平気。なんかもたれちゃって。俺は眠いんだ。どっか行ってくれよ。いや。でも静かにしているね。俺はあんたのことを何も知らないんだな。私はね、ダリア。え？ダリア。なんだそれ。もう思い出してよ。俺さ、本当は一度この場所に来たことがあるんだ。でしょ？母さんと一緒だった。見た動物のことなんて一切覚えていないんだ。そんなことよりあの人の笑顔が珍しくってさ、珍獣でも眺めるようにずっと見てたよ。少し疲れたと言ったら、あの人はジュースを買ってきてくれるってさ。
俺をここに座らせると売店の方へ消えていったよ。なかなか帰ってこないあの人を待ちながらここで眠ったんだ。あれ、バクは？ダリアはちょっと病気でね。梅の食いすぎかな。マレーバク、メス。古来より夢を食うと言われているバクは、名前ダリア。やっぱり眠れないんだ。大丈夫。全部私が。あんたに会う1年前からさ、眠れば必ずひどい夢を見るようになったのは、あの女が俺を裏切った。母さんと同じように俺を捨てて出て行こうとしたんだ。楽になるんだろ。ダメ。お腹いっぱいだよ。